シャア・アズナブルは、ガンダムシリーズのうち、アニメ、機動戦士ガンダムに始まる、宇宙世紀を舞台にした作品に登場する、架空の人物。本名は、キャスバル・レムダイ君。漫画、アニメ、機動戦士、ガンダム・ザ・オリジンにおける、少年期には、エドワウマスを、アニメ、機動戦士ゼータ、ガンダムの、反地球連邦組織、エウーゴ参加時にはクワトロ・バジーナを名乗っている。 担当声優は池田周一。ザオリジンにおける子供時代は田中真由美、ガンダム3では小西克幸、ガンダムビルドファイターズバトローグでは関俊彦。身長175センチメートル。体重は65キログラム。血液型は AB 型。ガンダムシリーズには多数の派生作品があり、登場人物の実績も異なる場合があるが、 ここでは特に断りのない限り、生死とされる、テレビアニメ、機動戦士、ガンダム、機動戦士ゼータガンダム及び、アニメーション映画、機動戦士ガンダム逆襲のシャアにおける辞席を基準に、記す。一年戦争以前から一年戦争前半までの、経歴は、主に、テレビアニメ、機動戦士、ガンダムの企画段階における設定や富野義行著の、小説、 機動戦士ガンダムによる設定を整理して、アニメ版の設定に組み込んだ、モビルスーツバリエーションなどの書籍による、一年戦争終結後から U5 が結成されるまでの、経緯は映像化も特にされておらず、機動戦士ゼータガンダムにて、ワンカットが描かれたのみである。そのため従来は文字による設定や、小説版、機動戦士ゼータガンダムにおける細部の描写で、判断するしかなかった。 ガンダムエースに連載された、北爪博之の漫画、機動戦士、ガンダム CDA は歌器彗星の肖像は、本格的にこの期間を描いているが、続編である、機動戦士ゼータ、ガンダムリファインも含め細部の設定が異なっている。その他、ゲーム、機動戦士、ガンダムギレンの野望シリーズや、プレイステーション用、ゲーム、機動戦士ゼータガンダムなどでは、サンライズが制作した、 アニメムービーにて短いながらその期間が描かれている。第1次、ネオジオン構想から第2次、ネオジオン構想改戦以前の期間も映像化されて、おらず、また、純公式的な扱いをされている作品もないため、諸説入り乱れている。第1次、ネオジオン構想集結後、宇宙世紀90年頃には、ネオジオンの再興を開始しており、軍備の増強を行っていた。 この時期については、様々な作品で描かれているがそれぞれ描写が異なる。機動戦士ガンダムから、機動戦士 Z ガンダム、機動戦士ガンダム逆襲のシャアの映像カットを交えながら行われた朗読イベント、赤の肖像シャア、そしてフロンタル A では、シャアの今までの人生を振り返しつつ、逆襲のシャア以降のシャアの消息とシャアの C が、フルフロンタルに取り付く過程が描かれた。 テレビシリーズ、機動戦士ガンダム第2話内で、ホワイトベースのオペレーター、オスカー・ダブリンにより、同艦に迫るシャア専用ザクが、通常のザクの3倍のスピードで接近していると、報告された。パオロ・カシアス艦長は、この3倍の速度で、接近という報告を聞いただけで、それが、シャアのザクであると特定した。ガンダム・センチュリーや、エンターテインメント・バイブル 1MS、 大図間機道戦士ガンダムでは、シャアの蒸気 MS-06S の推力は 06F の1.3倍程度と記され、またこの 06S は量産されており、シャア以外にも黒い三連星などの使用例があるものとされた。一方、アニメーション脚本上で3倍とされた点については、母艦から線域への戦略軌道である移動速度が3倍の速度で、 接近という事実はなかったことにされ、対艦攻撃の際の艦から艦、隕石から隕石への跳躍速度であることに変更された。第 08MS 正体に収録された映像特典、宇宙世紀よアでも、シャーノル無線役での逸話、は、5隻飛びとして再解説がなされた。これによれば、3倍とは、シャーノのル MS の推進力の噴射と同時に、 戦艦や隕石を次の標的へ向かう、際の踏み蹴る足場として利用するといった MS の人型兵器である利点をお器用に使うことで赤い彗星3倍の速度といったあだ名が生まれたこととされた。なお、機動戦士ガンダム UC に登場する赤い彗星の再来とあだ名されるフルフロンタルにも この隕石などを踏み切る際の足場に利用する加速技術という観点で描写され発信位置からの直線的移動としては描かれていない。資料や関連ゲーム作品によっては3倍ではなく30%となっていることもある。機動戦士、ガンダム機動戦士ゼータ、ガンダム機動戦士ガンダム逆襲のシャーその他など例を挙げればキリがない。また、以下のように シャア専用機として開発されたが実際に登場していない、もしくは作中での登場が確認されていない機体もある。さらに、以下のような IF 設定も存在する。機動戦士、ガンダム機動戦士、ガンダム CDA 若き彗星の肖像機動戦士ゼータ、ガンダム機動戦士ガンダム逆襲のシャア機動戦士、ガンダム MSVR ジョニーライデンの機関、シャア専用オーリス、 チャ専用ラピート、ありがとうございます。